はい、皆様こんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。2024年ですかね、初めての、YouTube、アップロードいたします。皆さんもご存知かと思うのですが、お店を出しましてね、昨年の12月の27日ですね、お店の方、羽生市の方にオープンいたしまして、大変ですね、多くの皆様に、ご来店いただきまして本当ありがとうございます。ですね、年明けからですね、いろいろですね、本当に、震災ですやらですね、大きな事故とか起こってますね。本当に世の中が平和であるというのが一番いいことだと私は思うんですけども、やはり人心荒廃といいましてですね、やっぱり世の中の乱れとはですね、やはり一人一人の心の乱れでもあるということですね。はい、結構最近はですね、簡単なことしか、ちょっと言ってないんですけども、はい。僕もずっとハンバーガーやってきて、なんていうんですかね、人の幸せ、人生の幸せ、確かに何かをやるとか、そういったことというのは、自分の可能性を広める上ですごく大事なことだと思うんですよ。ですけども、お店を持とうがね、やっぱりいろんなものを持とうが、何をしようが、楽しいかもしれないですけど、その途中の時はね、一生懸命いろんなことにね、やっぱ挑戦するってことは楽しい時間かもしれないね。でも、それだけじゃね、やっぱりその人生幸せにはならないんですよ。はい、なぜかというと、心の安定がやっぱりその、一番大事なところで、病気の源にしてもね、やっぱり心からじゃないですか。やっぱりどんだけ得てもどんだけね、今幸せだとしても心は休まらないですよ、ね、だからどうすればその心の平和というものを取り戻せるのかっていうことですね。それはそのお店とかそういったことをね、やっぱりやっていくっていうのも大事なことかもしれませんが、自らのやっぱりその精神ですよね、ここがやっぱり一番揺らいでしまっててはですね、やはり何をやってもですね、やっぱり不安が先に来てしまいますよね。はい、だから自らの精神性を追求するっていうことはやっぱり非常に大事なことだと私は思いますね。はい、ちょっと抽象的で何言ってんだって話になっちゃいますけどね。何と言いますか、昨年はですね、いろいろこの年になってね、ハンバーガーの大会とか出たりとかしたりとか、もういい加減、もういい年なんだからっていうところでね、またしてもそのお店までもまたね、出させていただくことになったりですとかね、あれだけちょっとハンバーガーにうんざりして、お店とかにもうんざりしてですね、もういいだろうってとこだったんですけど、またですねやりましたね。でも今回は目的がちょっと全然違うんですよ。前回僕がやってたお店の目的とは全然違ってて、やっぱりこういう、先ほども言ったように、
心というか、ものというのは最初からあるわけじゃなくて、その人が作り出すものであって、何で作り出すのって、精神的な部分で作り出すわけですよ。ですから、まあ、その精神的な部分と、この世の中の資本主義的な部分、うん、まあ、そこをですね、やっぱり、合致させる人が、やっぱりクリエイターっていう人だと私は思うんですね。はい。自分の作品を表現者として表していくってことですね。それ以外はもう全部、やっぱり、背筋になってしまうんですよ。背筋主義ね。背筋。もう食うためにやるだとか、運営するためにやるだとか、稼がなきゃやっていけないからとか、これ一番時間の無駄ですよね。料理っていうのはそういったところにですね、使うべき、手法ではないと思うんです、僕は。なぜなら創造的なもので、やっぱり自らの作りたいもの、そして食べてもらいたいものっていうところで、まあ、やっていく仕事なんでね、そっちが大きくなると、私はですね、まあ、その一つの波にですね、世情的な波というところには勝てないと思うんですよ。で、僕が教えたいのは、そんな世情的な波ですじゃなに飲まれて終わることではなくて、やっぱりそのいいというものは必ず応援者がいてくれて、ファンがいてくれるので、そういった人に向けてやっていく、やっぱりそのあなたの心の中にしかないそのやはりものをですね、表していくっていう。で、これってここもう料理がうんぬんとかいくら売るだとかそんなことではなくてですね、やっぱりもうそこを超えた、物理的なことを超えたすごい徳の高い考え方なんですよ。物理的なことって結構ね低いんですよ。頑張ればあれだってできちゃうんで。でもそれ維持しなきゃいけない、稼がなきゃいけない、儲けなきゃいけない、それはねちょっと俺は大変です。だから私はお店辞めたんです。東京も別に必要ないと思ってしまったんです。自分がやるところでやるべきことをやって、そこに食べたいと思う人が来てくれればそれでいいって、まあ、思ったんですね。で、まあ一時期も飲食業も辞めてですね、アルバイトしてちょっとご飯をね食べていこうかなって思ったぐらいです。もう仕事も何でもいいみたいな感じですね。ですけども、まあ、まあそれじゃダメだと、ダメだよと、お前が、いろいろ見てきたこと、感じてきたこと、それはお前の中にしかないんだから、それを知りたい人に教えてあげなさいっていうことでですね、まあね、まあそうそう、もう自分もそう長くはないと思うんでね、まああと数十年、まあそういったところにですね、まあ何かしらお役に立てればというところでやってる感じですね。はい。ですから今回のお店に関しても、まあ本当にありがたいことにですね、まあ自分のやりたいことをやらさせていただける、うん、でハンバーガーってこういうあり方だけじゃないんだよと。日本でやってるハンバーガーですからね。別にアメリカに、まあ、僕はアメリカ行ったあれだから、まあ、そういうこと言うわけではないんだけども、やっぱりそういうもっといろんな見せ方、アプローチの仕方たくさんあると思うんで、ですから僕は改めて、まあ、今最後、今まではお店のこととかお店を守るだとか、まあ、なんかそういうね、まあ、いくら売っていくら払っていくら稼いでって、まあ、そういうねものになってしまってて、まあ、東京ってそういう場所だよね。やっぱ何もかもやっぱ住みづらいよね、やっぱりね。まあ住みづらくない人もいるんだろうけど、僕にとってはあんまり、まあ、うん、住みづらいかな、都会はね、うん、まあそれをやっぱり自分のクリエイティブと直結させると、どうしてもビジネスを先行させなければいけないので、まあ、僕的にはちょっとあんまり、好きな場所ではないけども、まあ
実際僕がやってきたことっていうのはそれを超えることもできるってことですね。まあクリエイティブの方がそのビジネスを超えることができる、超えることもできると。これがあの達人だとかあのね、あの具現者ですとか、まあそういうその人のそれじゃなきゃダメなんだよっていうふうに言われるものを作り出すこともまあできるわけですね。そしたらまあクリエイティブな部分と今どうしてもまあ食べなきゃいけないっていう部分もこの世の中にありますんで、まあこっちが一つ両方合致した状態で自分の楽しいですね、楽しいって言い方もないんだろうけど、自分の生きたいように生きていける人生になっていくのかなと思いますね。まあそのためには、まあある程度やっぱり、頑張って、何かをする期間というのがないと、絶対にやっぱ成長しないと思いますね。まあこの世の中のビジネスツール、ビジネス的マニュアルじゃ通用しない世界っていうのがどうしてもあるんで、別にそれを使ってそっちに行きたい人はそれでいいんでしょうけど、それは誰かが作ったものであって自らが発想したものではないんですよ。で僕は別に誰かがやってきたものをやるんであれば別にハンバーガーでもじゃなくてもよかったんですよ、正直な話。お金を稼ぐだけでしたらね。でもハンバーガーっていうところにあって、それをやりたいっていうところであればもう誰かがやったものをですね、のおフルを使ってやりたくないって、自ら全部を生み出したいっていうところで、まあ、やったわけですね。はい。そんな感じでございます。なので、まあ、今年はですね、まあ、そのように皆様の、まあ、お店というより、まあ、食べに来ていただく。そして、まあ、私とですね、こういった、このようなですね、会話をしたい方ですね、ぜひ、フラッと来てですね、まあおしゃべりでもしましょうね。まあそういう場所なんで、前みたいに前の店のようにですねガシガシゴビゴビっていう感じでもなくですね、まあ、仕事である、お店も仕事、ハンバーガーも仕事だかもしれないけども、仕事に潰れてほしくないんです。あなたというそのものが仕事により下になってもらいたくないんですよ。あくまでも主体なのはあなたがすることがその仕事だってことで言ってもらいたいんですね。ここが一番その世の中の主人となるか奴隷となるかの私は分かれ目だといつも思って生きております。はい、そんな感じで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。